めっちゃ痛い。はい、だそれだけ歪んでるからなんですよ。結構地味ですけど、こういうところをしっかりと流していく。お久しぶりです。捻挫で1ヶ月来れなくて、はい、まだ痛いです。右足です。右足が一人で温めますね。やっぱちょっと右足の方がより固まってる感じはありますね。こういうのちょっと嫌な感じですか？これぐらいは大丈夫ですか？あ、これぐらいは大丈夫です、うんうんうん、やっぱちょっとね、その固まらせちゃわないように、うんうん、ある程度こう血流を良くしていく、ストレッチをしていくっていうことが、はい、ね、より早い回復のためとか再発予防のために大事になるかなと思うので、うん、痛いですね、ちょっとね、はい、ちょっとね、過敏になっちゃってて、少し普段よりも痛く感じるとか、はい、多少あるかと思うんですけど、まあ、強くやっていかないので、もしそれでも気になるようならおっしゃってください。はい、この温めるゲルでやっていきましょうかね。はい、こうポカポカ感のあるゲルになります。うん、一旦両足塗り広げますね。広範囲にわたって緊張というか、うん、ありますね。左右差もやっぱりもう全部全体にありますね。やっぱり左の方が頑張ってる感じで張りが強く出てますし、うん、右はやっぱちょっと衰えちゃってる感じで、うん、そうそうそう、元気がないと言いますかね、張りがちょっとないっていう感じで、うん、足首周りだけではなくて、結構もう上の方までやっぱもう股関節にも影響が及んでるぐらいなので、ね、全体的になっちゃってますね。そのこういった足の甲の、うん、この骨の間とかこういうところもこう歪みですとか老廃物出てきますので、こういうところがまあ結構まず本来の状態になってなるのが望ましいので、ああ、ね、動かしてない。そうそう、やんないからね。そうなんです。触ってもいないもん。そうなんです。なんでこれ結構地味ですけど、こういうところをしっかりと流していく、まっすぐにしていく、うん、っていう形で、ケアしていくのが大事になりますね。やっぱこう土台部分が、うんうん、ああ、ね、くるぶし、くるぶしが今、でももう慣れてるだけですからね、これ。痛いです、ね。痛いか。これは、まあこれぐらいはちょっとやってもいった方がいいかなと思いますね。はい、ちょっとくるぶしのとこだけ。うん。怪我的な痛さがあるんで、まだ。はい、はいはいはい。じゃあ、まあちょっと避け気味でやっていきますね。はい、はい。まあなので、じゃあそしたら、まあ、足の甲とか、はい、足首から上のところでちょっと集中的にやっていきましょうかね。はい、なんか接骨院の人言ってましたけど、やっぱり雨の日とかやっぱ痛むらしいですね。そうなんだよね。なぜか湿度が高くなった時とか、ね、冷えた時ふしふしですよね。古傷痛むって言いますもんね。ありますね、ありますね。だからちょっとこの後またね、梅雨時になった時がどうなのかなってなりますね。
ね、ここ数日も雨降ったり止んだりだったから、そうそうそう、やっぱ結構冷たいっすね、足、そもそも足が、ね、うん、ね、なので、まあ、なるべく、まあ、今日はまああれですけど、お家とかで極力こうレッグウォーマー履いたりとか、はい、そんなにまあね、あの蒸れるほど暑くすることはないと思うんですけど、ね、もう暖房もつけないですもんね。うん、そうそう、まあ、さ寒く感じなくても、うん、あんまり露出しない方がいいかもですね。はい、少しやっぱり1枚はあのカバーしてあげるというか、うん、はい、それとかちょっとしっかり足湯したりとか、足湯いいですね、うん、そうそうそう、やっぱりその特に冷えてる場所とか、痛む場所とかを、うん、まあ、積極的に温めていくっていうのがいいかなと思いますね。あ、まあ、あとやっぱり軽い運動とか、はい、はい、少しずつやっぱりこう筋力を戻していったり、はい、それは頑張ってます、うん、あ、本当ですか、はい、うん、なるほど、はい、よかったです、はい、そうですね、うん、結局本当なんか運動なんすよね。ね、そう思った。うん、そう、やっぱり運動なしには無理だなというのを私は今思ってます。私もなんかやっぱ運動しないと調子悪いんだなって、うんうん。うん、マジでありますね。本当そう。やっぱ運動することで基礎体力とかっていうのもあるし、あ、ね、まあ、気分転換とかにもなりますしね、運動した方が。確かに。うん。まあ、無理なね、ハードなことする必要はないけど、うん、まあ、じっとしてるとね、いろいろ良くないっすよね。特に年齢が上がってくると、うん、もうね、ほっといたらどんどんやっぱり老化の一途だからさ。そうなんですね。やっぱこう筋肉とかあった方が肌に張りも出るし、ね、うん、なんかもう国もね、うん、初めて筋トレ推奨しだしたとか、うん、あ、そうなんすね、そう、いやでもいいと思います、筋トレとかやった方がいい、ね、本当に昔はそんなこと思わなかったけど、そう、いや、やっぱり中高年ほどというかね、うん、やっぱり運動習慣ない人はやっぱ衰えがすごいっすから、なんかやっぱ多分病気のもとにも絶対になってますよね、うん、なるね、なりますね、高血圧とか、そうそう、やっぱさ動かないとさ食べやすいっていうのもあるしね、その家にいるから、ね、なんかいつまでも食べちゃうとか、やっぱ運動習慣ある人はさてこれぐらいで切り上げてっていうのがあるじゃないですか、そうそうそう、やっぱさ運動してた方がメンタルもなんか、うん、あ、強くなる、ね、安定するするよね、うん、あるある、ほんとそう、自信につながったりしますよね、ね、うん、なんかスポーツやっててすごい意地悪な人ってあんまいないもんね、うん、ああかもね、やっぱさ、ね、なんかやっぱりね、その元気になれたり健やかになるみたいなありますよね、ね、なんかやっぱ意地悪い人ってさ、うん、どっかしら体悪いんだろうね、ああそれもあるかもね、そう、私もそうだったけど、やっぱ体の状態悪いとさ、うんうん、イライラしやすい、わかるわかる、そうだよね、そう、人に当たりやすくなるし、わかるわかる、ひがみっぽくなったりするよね、あね、うん、私はこんな辛いのにさみたいな、そう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 、あんたたちはさみたいな、そうそうそう、そうだよね、美味しいもん食べてもわかるわかる、なんかそう元気だからいろんなとこ行けていいわねみたいな気持ちから意地悪になるみたいな ね、本当だよね、うん、私がこんなに痛がってるのにみたいな、ね、まずい知るかって感じだけど、そんなね、そうだね、大怪我じゃない限りは自力でなんとかなるから、ね、うん、やっぱ結局本人のやり方っていうのはありますよね、結局本人が向き合わなければ、うん、そりゃね、薬とかだってね、そのサポートでしかないと思うので、うん、ね、やっぱちゃんと寝たり体をねある程度動かしていったりとか大事っすよね、ね、まあ、体ある程度疲れてないと寝るにも寝れないしね、ああ、うん、ね、そうだね、そう、ただだらだら暮らしててもさ、いい眠りってなかなか、そう、
ね。でも本当にこれすごく軽く撫でてるだけなんですよ。めっちゃ痛い。はい。それだけ歪んでるからなんですよ。歪みとか老廃物があると痛いっす。はい、痛い。でも本当こんなですよ。全然。ね、すごい痛いですよ。うん、で状態悪いからです。やっぱやってないから。多分でもこの辺全部痛いでしょ。あ、痛い痛い、確かに。かかとも痛い。かかとも痛いよね。そうなんですよ。もうすごい冷たいし。あ、うん、血流が、うん、悪くなってる。そもそも多分もう動かしてないからさ。そうですよね、うん、筋肉も落ちちゃってるし。なんか親指もちょっと内側向かっちゃってますしね。癖がついちゃってる。だからやっぱり指とかちゃんと広げとかないと足の指が使えなくなってしまうので。確かに。それこそ踏ん張り効かないから余計危ないですよ。あ、うん、なのでやっぱりしっかり足は使っていく、ね、うん、ことが必要。この辺って、はい、さっきめちゃくちゃ痛かったじゃないですか。はい、でももうあんまりそこまで痛くないじゃないですか。うん、ちょっと痛い。ちょっと痛いけどね。でもそうなんですよ。これ同じことやってるんで。もう痛い。痛い。また痛くなってきた。いっぱい溜まってるんだと思うんですね。やっぱり老廃物が。ね、うん、2ヶ月分ぐらいね。そうそうそう。まあ、内出血もしたからね、そういう。もうね、すごい冷たいですもん、顕著に。ああ、そして針がない。ああ、すねもすごい痛い。すねもすごい痛いよね。こうなっちゃうっていうと、やっぱりその体重乗せたくても乗り切らないというか、だから余計こっち左がかばうしかないっていう風に続いてしまうので、ね、グラグラしちゃう。そうそうそう、それ危ないですから。やっぱりしっかりこっちにも踏ん張れやすいような環境づくり大事ですね。はい、はい。そうなんだよね。なんか立ちの悪い捻挫の方が骨折より長引いたりっていうもんね。言いますよね、うんうん、あと痛みないもんね、骨折は。その直後だけ痛くて。ああ、確かに。ギプスしちゃえばもう。確かに、しっかり固定してしまえばね。見てて。痛いですね。この辺もゴリがすごいです。うん、ゴリ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 です。コリと冷えがすごい。ああ、うん、足首周りとかもすごいこう極端に冷たい感じで、ね、はい、これ冬だったらもっと痛いのかな。あ、かもしんないね。余計冷えると ね、だってもともと足痛がるじゃないですか、冬。そう、うん、もともとそう、足悪いからさ。そうそうそう。そうなんだよ。スタートライン悪いから。そう、だからちょっとね、余計そう、周りが。そう、余計にね。だから今後それをカバーできるぐらいに足の状態を良くしてあげとかないと。そうですよね。まあ、前向きに捉えるならこれをきっかけにっていう感じで、うん、悪くならないようにという。そうでもないとやっぱり見直すこともないじゃないですか。確かに。なんか、まあ、その時乗り切ればいいやみたいな風になりがちなので。動いた。はい。
意外とね、やっぱりね、こういうとこに出るんですよね。めっちゃ痛いですね。まだ逃げそうに。もうここまで来ると体言うこと聞かないんですね。ですね、うん。なんかさ、私はネイルサロン行ってるって言ったじゃないですか。はい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 、なんかもう私ぐらいになるとさ、うんうんうん、もう力自分じゃ抜けられないじゃん。あ、はいはいはい、何度も力抜いてくださいよとか怒られんの。はい、でも こっち抜いてるつもりなわけよ。はいはいはい、でももう硬いからさ、普通の人より。なんかこっちから入れちゃってるって向こうが思っちゃって。なんかさ、なるほどね、毎回喧嘩っぽくなるの、それで、ね。抜いてますよ、みたいな。お互いに平行線だよね。そう抜けと抜いてますが。そう。なっちゃったネイル。確かに何回も言う方も嫌だろうけど、言われる方も嫌だよね、そりゃ。そうそう、だって抜いてるつもりなんだ。力入れてないからさ、ね、これ以上できないもんね、それだったら。そうそう、抜いてくださいってばって言われてたって思って。なるほど ね、そう、なんか理解してほしいよね。でもさ、まあただ分かんないのかな、やっぱ。まあそれもそうだし、やりづらいからやっぱつい言いたくなっちゃうんじゃない、ね、抜いてもらわないとこう失敗しちゃったらさ、うん、こっちの責任になっちゃうじゃん、ね、だからなんか抜いてくれないとちょっとはみ出しちゃいますよみたいな、うん、そういうことなんじゃないかな。結構なんか、そう、言い方が喧嘩口調だから、うん、もう本当嫌になった。そっか。そう、なんかでもいますよね、多分。なんか向こう悪気ないんだけど、うん、なんかそもそも言い方強い人っているじゃん。確かにそもそもきつい人っている。そうそう、わかるわかる。まあ確かにね。うん、でもなんかお金払ってるのに怒られてさ、いや、それそうだよね。そう、なんかもう泣きたくなっちゃって、しかもそう、情緒不安定だったら、なんでこんな怒られてるんだろうみたいな。そうだよね。それは辛い。そう、意固地になってるわけでもないのにとって、そう、嫌がらせしてるわけじゃないもんね。いや、そうそう、で、ネイルって別にそんな安くもないから。そうだよね。そう、嫌だなと思って。確かに分かってもらえないの辛いね。いやね、辛いと思って。なんかあれだもんね、そう、せっかくのネイルもさ、うん、怒られた思い出のネイルだから見ると思い出しちゃうみたいなね。いや、そう。そう、私もでもね、あの、捻挫した、左足をちょっと一回捻挫してるんですけど、一回っていうか二回したのかな、うん、でもうすごい立つけど何年も、うん、右より伸びないっすね。その、要はおっしゃるように、甲側に伸ばす動きが。あ、でもやっぱやんないとそのままだから、少しずつ伸ばすようにしてますけど ね、そうね。固まっちゃってるんですよね、多分。そうそうそう。やっぱりその、癖がつくっていうかね。ね、うん。硬くなっちゃうんですよね。しばらく包帯とか巻きますもんね。もうそうだし、やっぱりなんか、力入っちゃったり、うん、動かさないようにしちゃいますからね。ね、無意識で、自分の場合はそんなに重度なものじゃなかったはずですけど、うん、それでもやっぱり未だに少しは影響があるっていうか、そういうのありますからね。横向き、はい、で後ろ向き、はい、反対横向き、はい、やっぱり今のがまっすぐになってる感じ見えますね。体軽いです、はい、で上げ下げお願いします。反対は、さっきは突っかかりがあったんですけど、はいはいはい、今はないです、自分の中で。はい、あげるって。
で両手合わせて右と左、はい、こっちから見ても、はい、揃ってますね。はい、はい、ひねる、はい、はい、あ、さっきより行ってますね。はい、はい、ありがとうございます。前屈後屈ですね。あ、最初より行ってますね。はい、で、後ろ向きで、あ、反れてますね。はい、あ、よかったです。お疲れ様でした。だいぶリフレッシュできました。はい、なんか結構モヤモヤが晴れたというか。あ、よかったです。はい、結構ね、もう姿勢的にお背中も少しスッキリして ゆとりが出たというか、確かに痩せたみたいな、ね、なんかもう少しスッキリしたし、ね、さっきマタニティみたいな、そのそう、なんか結構お腹がね、前に前に1ヶ月ぶりで、胸がちょっとよりこう強調されてるというか、はい、確かに。くびれ具合が最初よりもこういい感じに、はい、なってるように見えますね。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、See you.